おはようございます。速稼塾の久保です。まあ、今10代とか20代を過ごされてる方っていうのはやっぱりね、一番ネットのこういったデバイスとかね、アプリとかにすごく敏感で流行り物をいつも探している世代だと思います。まあ、私が20代の頃っていうのはインターネットっていうのがね、なんか始まって Windows っていうのがこう入ってきて、あ、パソコンの世界面白くなってきたなっていうふうに思ったんですよ。そこで少なからず興味を持ってそういったものに注目し始めた人と、まあこういうのはね、一過性のものだから自分には関係ないよっていうふうにして通り過ぎてきた人と、30年後どのような差ができているかってことが一つの YouTuber の例で明らかになっています。それはですね、 NHK から国民を守る党の立花代表の例なんですけども、立花代表も30年前は22歳ですよ。今52歳ですからね。30年前にインターネットってものが出てきた時に立花代表っていうのは55歳ね、55歳、20代ですよね。その頃にまあインターネットをやったかどうか分かりませんけども、まあ少なくともその頃からメールとか使ってきたんでしょう。そしてずっとね、時間が経って10年20年30年と経って20代から50代になった時、立花代表がどうなったかっていうと、もう国政政党を持ってるわけですよね。プラス昨日の連絡であったんですけども、あの若い女性とねお付き合いしてるみたいです。あの YouTube であの発表してましたけどもね、これはすごいなと思いました。あの YouTube を使い倒せる人っていうのはこういうふうに、まあ、お金も集まるし、人も集まるし、信頼もされるし、そしてモテると、女性も来るみたいなね。これはね、女性の YouTuber でも同じです。女性の YouTuber でも情報発信すると年齢に関わらずですよ、モテるんですよ。あのアラフォーとかね、なんか結婚できないとか言いますけども、あの YouTube で出るとモテます。これ本当ですよ。 YouTube で出ることによってたくさんの人に見ていただいて、そしてその中にはね、あなたがいいって人も出てくる可能性高いんですよ。結婚相談所のデータっていうのはもうね、当てにならないです。申し訳ないですけども、結婚相談所に行って制約する確率っていうのは40代で 1% とかっていうね、絶望的な数字なんですよ。まあ1000人に1人っていう方もいますけどね。でも YouTube だと一気にその確率は上がります。正確に言うと確率が上がるんではなくて、 YouTube で出ることによってより多くの人に生を見てもらえて、何のフィルタリングもない自分を評価してもらって好きになってもらえるってことなんですよね。当然お金も集まりますし、 YouTube やるとお金集まるんですよ。だって再生数に応じて広告収入出ますしね、ファンの人からプレゼント届きますから、だからそう考えていくと YouTube をしっかりと使えてる人っていうのは、これから使ってる人っていうのは未来に投資してるってことなんですよね。どうでしょうかね、20代である自分がインターネットをしっかりやって30年後の自分、50代の自分にむちゃくちゃそのインターネットの資産を築いてくれてたとしたら、50代でもう国をね動かすような国政政党にもなれる、法律を作る側にもなれるし、お金も集まってくるし、異性からもモテるようになる、もう言うことないしだと思うんですよ。じゃあ振り返ってみてね、今40代50代の人、自分が40代50代になるための準備をどうですかね、してきたのかどうかなってことなんですよ。してきた人は今困ってないはずなんですよ。してきたわけですから。でもしてなかった方、もしくは別の方向でしちゃった方、残念ながら今結構苦しいんじゃないかなと思うんですよ。まあ、こうなるとやっぱりね、先も見えないし、なかなか行動もできないし、プラスですね、何をすればいいかわからないっていう状況になりますんで、結構苦しいんじゃないかなと思うんですよ。だから余計に今の自分からですね、じゃあ10年後とか20年後にどんなプレゼントをしてあげれるのかなっていうふうに考えていく必要があるんではないかなと思います。何かに乗っかって依存するんではなくて、自分自身の価値、力、パワーを貯めていく、作っていくってことが必要です。で、自分がね、何々の何さんっていうふうに言われる、どんな肩書きを持ってるかなんですよ。あの組織の肩書きじゃないですよ。個人になった時の肩書きです、ね、そういったことを今自分にね振り返ってみると、まあ、私はもう速稼塾の久保と、インターネットの久保と、ビジネスの久保、投資の久保、個人でもこれは全部ついてもあります。会社員にたとえねなったとしてもならないんですけども、会社員になったとしてもこれはついてもあるんじゃないかなと。あの社員さんって YouTuber の何々さん、久保さんだよねっていうふうになると思いますよ。ってことは、私は組織に入ればまた組織の力を借りて有名になることもできますし、組織の方からね、そういった会社の方から久保くんのチャンネルでこのうちの会社の商品紹介してくれないってなったら、あ、いいっすよ、でも報酬もらいますけどもねっていうような交渉もできるんですよ。皆さんはどうですかね。YouTube とは言いませんけども、例えば自分が一定のスキルを持っていて人を集めることができれば、その人を集めたっていう実績に応じてまた次のことができると思うんですよ。で、私はね、そのこの前三重に行った時に、そのバランスボールのオフ会っていうのがあったんですけども、まあ、速稼塾のね生徒さんを中心にっていうか、中心にっていうか全部そうですけども集まったわけなんですよね。いや、この実績はすごいなと思いましたよね。
まあ、バランスボールってもので、その社団法人かなんかね、そういった既存のグループの中で集まった人も当然大事ですけども、インターネット速化塾ってものを通じて集まった人っていう風な、他のバランスボールをやってる人にはできないような世界を持ってるね、このひろこさんっていうのが、やっぱりすごく未来への遺産の投資ができてるな、財産の投資ができてるなっていう風に感じるわけなんですよね。ということで、お豆腐ありがとうございました、ひろこさん。本日は以上かな。これからね、夏祭りの準備を8時からなんで行ってきます。で、皆さんの街ではどうですかね。あ、ひろこさん、おはようございますはい、YouTube からの皆様、これね、Facebook ライブなんで、今ひろこさんからコメントが入りましたコメントが入ったんで、私もおはようございますってわけですけどね。こういうことができるのもインターネットの素晴らしさですよね。だって私まだね、地域の人、近所の人に一人も会ってないんですよ。一人も会ってない時から、この YouTube じゃなくて、Facebook ライブを通じて、もうすでにね、7人の方とのコミュニケーションが成り立ってるんですよ。いや、非常に私ね、朝からね、ワクワクしますね。今6時ですからね、まだ早朝ですよ。近所はまだ誰も歩いてないですからね、本当にありがとうございます。こんなね、世界に、そして日本に久保哲郎速化塾みたいなものがね、少しでも広まっていただけて、それも YouTube のおかげだと思いますしね。皆さんとのつながりっていうのは私の永遠の財産、未来への財産になると思います。全力で恩返ししていこうかと思います。さあ、ここでですね、一つ皆さんにも考えていただきたいことがあります。それは何かというと、今まで話したのとちょっと別でですね、自分が参加しているビジネスとか、自分が参加している投資、こちらの方に不具合が起きたときどうするかってことなんですよ。慌てふためいて自分の資産のことが心配になるの、それはわかります。でもですね、何かトラブルが起きたときに、自分が参加していて自分は当事者なわけですから、そのトラブルを解決するためにどんな協力ができるかなっていうふうに考えていくことはできないかなってことなんですよ。コインチェックってものにお金を入れてた人がいますよね。で、コインチェックがハッキングされて取引が一時停止になりました。今は健全に運営されてますけどね。でも、あの時、取引が停止された時に人間の本性が出るわけですよ。自分のお金どうなるんだって心配ね、それは分かりますよ。分かりますけども、コインチェックさんにどう応援して、どう早く問題が解決できるかっていうふうなことを考えてますかってことなんですよ。ある高校生はホワイトハッカーとして犯人の追跡をしますみたいなことを、自分がコインチェックにお金を入れてるわけでもないのにやってくれたりしたんですよね。でも、コインチェックにお金を入れてる人って何したんですかと。パソコンのスキルもない、追跡スキルもない、ただオロオロするだけで、余剰資金でやってるんじゃなくて、もうかなりね、行き過ぎた投資をしていると、で、取り乱してるわけですよ。で、しばらく経って今みたいにコインチェックが健全に運営されてると、どうでしょうかね。その時のやっぱりこう、いろんなね、トラブルが起きた時の自分の気持ちを忘れて、またのんびりしちゃってるんじゃないかなと思うんですよ。ここで考えていただきたいっていうのは、自分に何ができるのかなってことなんですよ。で、ただ待つだけとかね、ただ誰かに問い合わせるだけ、それだとちょっと自分で解決したことにはならないかなと思いますんで、何かが起きた時にこそ自分の進化が問われるというふうにね、考えていただければいいんじゃないかなと思います。私もね、何ができるか、できることからやっていこうかと思います。それでは今回の放送は以上です。